サンディエゴコミコンインターナショナルは1970年以来アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴで毎年開催されているコミコンであり非営利のマルチジャンル娯楽イベントであるウェブサイト上での名称はコミコンインターナショナルサンディエゴであり一般的にはコミコンサンディエゴコミコン SDCC と呼ばれているこのコンベンションは1970年に シェルドルフ、リチャードアルフ、ケン・クルーガー、マイク・トーリーラ・サンディエゴのグループによってゴールデン・ステート・コミック・ブック・コンベンションとして創設された。後にサンディエゴ・コミック・ブック・コンベンションと呼ばれるようになった。ドルフはインタビューの中で第一回目のコンデは500人の参加者を集めたいと語っていた。夏の4日間、 サンディエゴのサンディエゴコンベンションセンターで開催される。正式な開催に先立つ水曜日の夜には、プロフェッショナル、出展者、4日間の事前登録ゲストが展示ホールを歩き、コンベンション中に何が販売されるかを確認する機会を提供するプレイベント、プレビューナイトに参加することができる。当初はコミックブックや SF ファンタジー関連の映画、 テレビなどの大衆芸術を中心に紹介していたが、現在では、ホラー、洋画、アニメ、漫画、玩具、トレーディングカードゲーム、ビデオゲーム、ウェブコミック、ファンタジー小説など、ほぼすべてのジャンルのポップカルチャーやエンターテインメントの要素が含まれるようになった。2010年以降は、毎年、サンディエゴコンベンションセンターを満員にする13万人以上の、 来場者を記録している。毎年開催されるコミックとポップカルチャーの祭典としては世界最大規模であることをはじめいくつかのギネス世界記録を持っている。SDCC は新型コロナウイルスのパンデミックの影響で2度中止になった。2020年は SDCC が設立されて以来初めて延期されることになった。 1970年に、シェルドーフ、リチャード・アルフ、ケン・クルーガー、マイク・トーリー、バリー・アルフォンソ、ボブ・サーク、グレッグ・ベアによって設立されたコンベンションである。初期のコミックブックや SF クラブのミーティングは、オーシャンビーチのクルーガー、S アラート・ブックスで行われ、初期のコンズの基盤の多くがここで作られた。 1960年代半ば、デトロイト生まれのコミックファンであるドーフは、商業的なコミックファンコンベンションの先駆けとなる、デトロイトトリプルファンフェアを開催していた。1970年にカリフォルニア州サンディエゴに移住した際には、1970年3月21日に1日だけのコンベンションを開催したが、これは、 より大きなコンベンションを開催するための予行演習のようなものだった。ドルフはその後、コンベンションと疎遠になるまでの数年間、社長やマネージャーとしてコンベンションに関わった。アルフはクルーガーと第1回大会の共同議長を務め、1971年には議長に就任した。1982年、ゴールデンホールの外に集まった。 観客1970年8月1日から3日までの3日間、US グラントホテルで開催されたゴールデンステートコミコンは300人の参加者を集めた。その他、コンベンションの初期には、エルコルテスホテル、カリフォルニア大学サンディエゴ校、ゴールデンホールなどで開催されたが、1991年にサンディエゴコンベンションセンターに移転した。 1971年に会長を務めたリチャード・アルフはコンベンションが成長した初期の要因としてソサエティ・フォー・クリエイティブ・アナクロニズムなどの他のファンダムとネットワークを組んでコミコンの基盤を拡大しようとしたことを挙げているコミコンの起源に関するローリングストーン氏の記事では初期のビジネス問題を担当しイベントを非営利団体が主催するように働きかけた クルーガーの功績が記されている。1970年代後半になると、コミコンは大きく成長し、ボブシュレックは、当時の上司であった、クリエーションエンターテインメント社のゲイリー・バーマンと、面会した時のことを次のように語っている。バーマンが、この賞は、我々の賞より大きくない。と繰り返して、自分を納得させている間、私は黙って、フロアを歩き、 その大きさには然とし、異形の念を抱いていた。私は吹き飛ばされてしまった。1984年から1994年頃まで、サンディエゴコミコンの関連イベントとして、サンディエゴコミックブックエキスポという見本誌が開催されていたが、その主催者はデビッドスクロギリだった。フォーブス氏によると、このコンベンションは世界最大のコンベンションであり、 パブリッシャーズウィークリー氏は、コミコンインターナショナル、サンディエゴは、北米最大の賞としている。このコンベンションの地域経済効果は、年間1億4000万ドル以上と推定されている。しかし、2009年には、この推定経済効果が、コミコン以外の季節的なビジネスに悪影響を与えているとされたこと。 参加者の個人消費額の推定が低いこと、参加者の多くがサンディエゴに住んでいること、コンベンションの影響は、経済的なものよりも、文化的なものであることなどが批判された。2020年4月17日、第53回大会は、新型コロナウイルスのパンデミックの影響で中止となった。2020年の代替イベントとして、同時期にデジタルストリーミングイベント、 SDCC ホームが開催された。その後、2021年の開催に向けて計画が進められたが、2021年3月1日に、再び中止が発表された。バレンスエラ、ベアトリス、ハウザ・セキュリティ・チーム・アット・コミコン・ワークス2、ー、キープファンズセーフ、ロサンゼルス・デイリー・ニュース、サンバーナ・ディーノ。ン、h t t p w w w デイラニュー s ドットコムアーツエンターテインメント二千十六万七百十六ハウザセキュリティチームアットコミコンワークスツーキープファンズセーフ二千十六年七月十九日閲覧アバウトコミコンインターナショナルコミコンインターナショナルサンディエゴ二千十九年四月十八日閲覧ホワイトヘルストリンジージャッジツーディサイドフーゲッツコミックコンネーミングライツ The Associated Press,https, www.apnews.com, C8D1525E447F, 4LAD8bit BBD2FD47, D84DLAD2017 年7月15日閲覧。コミコンビギンズ。 comic ダッシュ con ダッシュ b e g i n s s i m p l e c a s t com。二千二十一年一月二十日閲覧。ワイズバーグ、ローリー、コミコン、レジストレーション、クラッシュズ、フォーセカンドタイム。サンディエゴユニオン、トリビューン、httpwww。シニョン・サンディエゴ。com。ニュース。二千十。ノベンバー。二十二。 コミコンレジストレーションクラッシュズ・フォー・セカンド・タイム2010年11月24日閲覧グレンデ・クレイグサンディエゴコミコン A ギーケ・ホットベッド・オブ・レコード・ブレイキングロンドン・イングランドギネス・ワールド・レコーズ http www. ギ r ス・ワールド・レコーズ .com ニュース2013-7サンディエゴコミコン A ギーケ・ホットベッド オブレコードブレイキングマイナス49,972、2017年7月6日閲覧。ポーロ、スサナンバー、サンディエゴコミコン2020キャンセルドデューツー、コロナウイルスコンサーインズ。ポリゴン、2020年4月17日閲覧。ゲルマン、ブラダ、コミコン2021キャンセルド、オーガナイザーズアイスモーラー、イン、パーソンノーベンバーイベント。 テレビライン2021年3月1日閲覧。コミコン CEO クリエイターケンクルガーダイズ。BBC ニュースオリジナルの2016年3月4日。時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w a v e 2 0 1 6 0 3 0 4 0 0 0 1 5 0 h t t p n e w s b b c c o u k 2 h i g h e n t e r t a i n m e n t 8 3 7 9 2 2 1 s t m 2 0 1 2年1月7日閲覧。ablow、ピーター、リチャード・アルフ。 59、ワンオブコミコン、S ファウンダーズ。ザ・サンディエゴ・ユニオン・トリビューン。オリジナルの2016年3月5日、時点におけるアーカイブ。h t t p、www. s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 6 0 3 0 5 0 7 5 1 2 0 h t t p w w w s a n d i e g o u n i e n t r i b u n e c o m ニュース。 2012ヤン霊ゴ、リチャードアルフマイナス59アンコミックコンズファウンダーズ2012年1月7日閲覧コラムサンディエゴコミ今コ月ザスーパーヒーロートリートメントインエーニューシリアセクセムポッドキャストサンディエゴユニオントリビューン2021年6月26日閲覧エベニアマークシェルドーフ R.I.P P.O.V. オンライン2016年7月26日閲覧。コミコン数ベニールブックナンバー 40P61 ロー、ピーター、コミックコンメモリーズザ 70S。コミックコンメモリーズザ 80S。デビッド・スクラギー・エントリー、フーズ・フー・オブ・アメリカン・コミック・ブックス、1928-1999デビッド。M。 ウェルト・イフ、well, ・ユー・カム・ユー・イル・ネバー・リーブ・アンド・ダイ・ザ・クレスト・コスチュームズ・オブ・コミコン。フォーブス、https、www.forbes.com、サイズティビリィ・ワルト、2011、07、25 umes,、コスチュームズ・コミコン・コスプレイ、2013年7月9日、閲覧。マクドナルド、ハイジ、ホワット・アレ・ザ・ビッゲスト・コミック、コンズ・イン・ノース・アメリカ。 パブリッシャーウィークリー、http、ブログズ、パブリッシャーズイーカリー .com、ブログズ、ポーザイズ、2013、06、19、ホワットアレザビッゲストコミックコンズイン、ノース、アメリカ、コメントページマイナス1、2014年9月5日、閲覧。トビアス、アンドレア、エコノミックインパクトオブコミコンインターナショナルサンディエゴ。クシ https。HT www.cush.com エコノミックインパクトオブコミコンインターナショナルサンディエゴ2018年9月5日閲覧ありがとうございます